どうも、新宿アボイ金木屋です。伊沢です。新宿アボイの中年の主張でございます。はい、いやいやいや、子供の頃にさ、はい、食べてたお菓子がさ、やっぱ今大人になっても美味しいなって思う。おう、何のお菓子ですか？俺本当にお菓子のナンバーワンってほしいですか？お前、僕は本当に今も愛してる食べ物、はい、グリコの米っ子っていうね、うん、米っ子スナック菓子がね、あれでしょ、ちっちゃい粒ね。違う違うか、うん、まあ違う、うん、何あれだ、あの四角いやつ、あの凝縮されたやつ、違う、え違うの？違います。あ、じゃあ知らない米っ子聞いたことあるよね。米っ子、ホタテ味のね、三角のね、ライススナックみたいなやつなんですよ。ああ、全く知らないです。じゃないですか。私はお菓子は思ったのに。これね、本当に子供の頃ね、スイミングスクールとか行ってる時にね、売って食べてたんですよ。うん、米っ子。ああ。で、大人になって、一時期見なくなったの、米っ子。うん。はいはい。うん。で、駅のさ、売店で米っ子を売ってるの見つけたの。はい。うわ、米っ子だ、懐かしいと思ってた。うん。もうね、味とかは、ね、変わってんのよ、ちょっと。あ、雰囲気がね。はいはい、昔はね、箱の入ってて、うん、こうパカって縦に開けて、はいはい、こうやって開くやつだけど、うん、今はこういう細長いビニールが入ってるやつ、うん、はい、それをさ、食べてさ、うん、いつも俺、米っ子を追い求めてるのよ、うん、ありゃいっぱい買うし。なるほど。ついにね、うん、近所の町岡でね、米っ子売ってるのを発見しましたね。あそこですね、あそこの町岡ですね。はい、わかりますよ。鍋横のね、鍋横の、ああそうですね、私も行きましたよ、あの辺住んでまして。大量に購入しましたね。お、見つけて、はい、バクバク食べてます。あら、米っ子、これが一番美味しい。米っ子ね、本当にね、米っ子皆さん美味しいんで食べてください、米っ子、うん、昔のとはちょっとね、多少変わりましたけど。なるほど。ホタテ味っていうのがね、当時あんまなかったのよ。お、ホタテ味がね、すごく美味しくてね。でさ、今たまにね、ポテトとかでもホタテ味っていうポテトなんだけどさ、うん、なんかやっぱ米粉のホタテ味がうまいなと思って。あ、美味しいんだ、うん、米粉ね。米粉、あ、ちょっと、うん、皆さん食べてください、米粉、うん、粒、粒じゃないですよ、まあ、四角の、四角、四角ないです三角ですから。全く知らない食べ物でした。なんだと思ってたんですか？いや、なんかチョコのなんかかなと。チョコ全然違うもんでしたね。知らないな、その米粉。米粉知らない？いや、聞いたことがあるから、見れば、ああ、これかってなるかもしれないんですけど。米粉はね、やっぱ、なんかやっぱりさ、今もさ、子供の頃食べてたとかさ、うん、飲んでたっていうのを追い求めんだよね。ああ。UCC のさ、霧、うん、の紅茶っていうのがあったの、子供の頃。で、今たまに、そういう100円ショップとかスーパーとかで、霧の紅茶ブランドなんだけど、うんうん、全然違うんですよ、私は。ちょっと知らないですね、霧の紅茶とか、はい、あとロシアンティーっていうのがあったんです、伊藤園と。ああ、知らないね。それをね、あれ美味しかったなっていうね、記憶があるんだけどね、すぐ販売中止みたいな感じになっちゃってね、停止、販売が終了してるのか分からんけど。ああ、やっぱな、子供の頃飲んでたのってすごいね、記憶にあるんだよね。いや、私ね、うん、おかしい。子供の頃さ、なんか飲んだり食べたりとかしてた？ガリとかか。いや、ガリと上がりくらい。いや、ガリと上がりでガーってやってはいないけど。子供の頃の記憶は。いや、別に寿司屋だからってさ。なかなかないもんな、それは。いや、別に、いや。あんまりね、私ね、お菓子をね、いや、あれば今でも食べない。いや、別にお菓子とかじゃなくてもさ、別に飲み物とかさ、なんか子供の頃だって、何やってたの？コーラもあんま飲まなかったんですよ、私。なんか昔コーラを飲みすぎたら骨が溶けるみたいな噂あったでしょ。あった。うん。もう今コーラなんてね、あれ飲みませんでした？ビートたけしさんが CM してたジョルトコーラっつってさ。いやー、それ炭酸が2倍だっつってさ。今で言う強炭酸みたいな。強炭酸みたいな。それこそ歯が溶けるとか言われてたやつよ。あ、もう飲んだら歯がぎっしりしてなうめーっつってこれ飲んでたジョルトコーラって。でもそれはカフェイン2倍だったから炭酸2倍とか忘れてる。あれは誤報でしょ。誤報、誤報だよね。だよ、うん、だからそれがあったから、あんまコーラも飲まないし。何にも飲んでないのか。いや、私だからもう。上がりだよ、やっぱね。いや、上がりと、いや、なんか紫とね、ガリとか、そんなんだろう。いやいやいや、なんで醤油飲んでんの、紫って。
上がり食べて、上がり飲んでガリ食べて醤油飲んで、うわおわっいやそうなんですよ、私お菓子をね、子供の頃あったの金京って。いや子供の頃は別にあったけど、お菓子も食べてたけど、ずっとこのままじゃないの、うん、生まれた時から。そんなことない、もっと可愛らしい時ありましたよ。まあいや今でも可愛いっていう人もいますしね、私もあれですけど、ああ、はい、可愛いですから。ちいかわっていうのが流行っててさ、ちいかわって、ちいかわキャラクター、小さくて可愛いやつって言って、なんか猫だかなんかふさぎたかわのキャラクターがあるの、ちいかわ、ちいかわっていうのが流行ってるよね。ちいかまじゃなくて、ちいかまじゃなくて、ちいかわね、ちいかわ、あなたはデカキモですけど、デカキモ全然関係ないじゃん。でかくてキモい。いやいや、ちょいちょい、説明しなくても分かるけど、ちいかわは小さくて、ちょい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 、もっとインフムとかだったらいいけど、もう関係ないじゃん。なんでかわいい。ただ単に小さくてかわいいのは反対言って、嫌な、でかくてキモいって言ってるだけじゃん。でかキモです。でかキモ。でかキモはさ、子供の頃は本当に、マジで何食ってたの？チンミーとかですよ、私は。子供の頃から。うん、チンミーは食べてましたね。いや、寿司屋ってわけじゃないの。チンミーは今でも好きだけど。子供の頃からチンミー食ってるって珍しいね。うん、寛解っていうのがあるんですよ。魚はもうピカピに干したやつね。そこが、前につけたりしか。子供の頃から。子供、うん、チンミーは好きですね。それじゃあ別に今大人になってもそういうチンミーも好き。うん、好きね。チンミーは好きだね。うん、だから。じゃああれですか。子供、うん、まあ金京さん家にさ友達がね遊び来たっつってさ、うん、じゃあちょっと。おやつだよ、つった時になんかチンミが出てきたりとかしてた。いやいや、それはおやつ出したと思うけど、なんかホームパーティーっていうか、なんか遠足さ、300円以内だよ、つった時さ、まあ、駄菓子屋行って買ったりはしたけどね。だいたい300円は、ホタテの貝柱一粒ぐらいか。いやいや、そんな、5連で1000円ぐらいですから。いや、そんなのは買ってないけど。でもね、甘いものは買ってなかったね。これはもう今でも甘いものは私は、そこまで稲荷とか持ってる。じゃあ今稲荷もあんまり好きじゃないか。稲荷寿司も。あ、そうそう、あんまり好きじゃなかった。今は全然食べるけど、あんまり好きじゃなかった稲荷寿司。うん、そう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 。いやあんまね、そうなんだよね。お菓子、お菓子なんて本当買ってた？あんな食ったことある？ちっちゃいの餅みたいなやつ、12個ぐらい、あ、はいはい、さくらんぼ餅、あったね。あんなもんじゃ食ってないんだ、うん、いや食べたことあるけど、あるとしたらじゃあ須田子さんとか。あ、まだそっちだね。そういう酸っぱいやつだ、うん、甘いのがね、大将も似てるしな、須田子さんとか。うん、確かに。いや、本当に、いや、もう追いつかんわ、嫌なこと言われすぎて。あのちっちゃいヨーグルッペみたいなのってあった。あったね。ヨーグルッペだけ、うん、なんかよくわかんない、酸っぱいやつ、クリームみたいなやつ、あれも特に食べたことあるけど、いや、これはうめえなとはならなかったね。そうね、それこそ本当にあれじゃない、ゲソもちんみみたいなあったじゃん。ゲソ、うん、もちんみ、うん、駄菓子屋さんにさ、当たり目的なやつね。いや、ああいうのだと思うわ、本当に。本当にじゃあもう食ってねえんだ。いや、食べてはいるけど、一通り食べてはいるけど、特にはまんなかったね。そうね、それは今でもそうだからね。じゃあ近所、親戚のおじさんが来てさ、おい、かつまり、これでちょっとお前、おいしいもんだよ、ね、お菓子も買えなっつってさ、おむつももらったとしたらさ、わーっつって乾物屋走ってってさ、チンゲとか買ってさ、昆布とかなんか、宮古昆布とかの酸っぱいやつ。宮古昆布はまだ好きかも、あれも甘いけど、酸っぱいから、うん、ちょっとしょっぱみもあるからね。あと梅島とか、梅島も行かない。梅芝はでも、まあ、いかんことはなかったけどね。そう、あんまりそうなんだよね、お菓子はね。家にじゃあもう本当お菓子なんかない家だ。いや、お菓子はあったはず。あった。いや、食べてもいるんだけど、絶対買って食べるみたいな。今もじゃあ、あれは好きだった、チョコと、チョコ、のクッキーみたいな、なんつったらいいのかな、あれ、丸いやつでクッキーみたいなので丸い中心にチョコついてるやつ、なんかあるじゃん、昔からある、うん、お菓子、なんか丸いやつで、丸いクッキーでさ、で真ん中にチョコついてるやつ、
ビスケットみたいなやつ。ビスケットみたいなやつ。電話来てんじゃないか、電話。気持ち悪いよ、それは。電話出た方がいいんじゃないですか。明らかに怪しい電話番号から来てる。こんな電話番号あんの、本当に。嘘みたいな電話番号からかかってきてんじゃん。怖いね、これ。これすごいな。怖いね。こんなゼロがいっぱいある電話もないだろ。本当ね。怖いね、この電話。怖すぎるだろ。何の電話だろ。何なの、偶数の。あんないよ、偶数の電話番号って。まあ、そうね、思い出のお菓子の話を。お菓子ね、ちょっと全然思い出ないんでね。あ、そうですか、わかりました。はい、じゃあまた。ありがとうございました。